かわいい。はい、ストックの動きについてですね、質問いただきました。ストックとあとお尻の高さのポジションかなの、質問いただいたので、2つお答えしていきたいと思います。で、ストックなんですけど、ストックをついてこのストックを、まあ、中心にこう円を描いてこう回っていく、まあ、こう作っていくっていうイメージなんでしょうかっていうですね、質問いただいたんですけど、僕はこういうイメージあんまり持ってなくて、これをやらない理由っていうのは、このストックをついたやつを中心に円に回るってイメージを持ってしまうと、肩がですね、ここでついた後にこういうふうに傾いて、このままこういうふうに回ってしまう方が結構いるんですね。体の動きで見ると、スキーの動きというよりは、体がここで本来だったら、僕のイメージでいうとついても、これはもうあくまでリズムを取ってるだけなので、ここでついて、あとはもうこのまま体をこっちにスーッとそのまま下に落ちていきたいんですよ。で、これがついた後にここからこういう体の使い方をしてしまって、肩、打ち方も引けちゃうっていうことに特にすごくこれなりやすくて、だからこれはすごく僕の中では逆にあまりやらない方がいいかなっていう感じですね。で、全身回線で滑っていくとしても、確かに、なんだろうな、まあ、ストックというよりはストックはあくまで、中心じゃないんですよね。全然中心はもっともっとこう大回りだったら特に奥の方にこうあって、で、これは悪夢も本当に自分の言葉について、これは円じゃなくてこのままスーッと通り過ぎて、こう描いて滑っていくので、小回りの時にも確かに子が小さくなるんで、ストックを中心に回りたくなってしまう方もいると思うんですけど、これは、中心にしない方がいいです。実際はもっと遠く、そうですね、急斜面だったら3メートルに、あ、2メートルぐらいかな、2メートルぐらい下に、中心があって回っていくので、これを中心にしてしまうと回りすぎちゃう、肩も回りすぎちゃうんで、あくまでスキーも下に落ちながら行っているので、これは中心にしない方がいいかなと思います。僕のイメージではついたらこのまま落下していく、ついたらこのまま落下していく、はい、こういう感じですね。近くについてそのまま落としていく、そのまま落としていく、中心にはしないです。はい、という感じでストックのイメージですね、こういう感じを持って滑っていただくと、よりですね、小回り、楽に滑れるかなと思います。あと、これ、ね、なんだろうな、ストックを中心にして回ろうとするとスキーの角度も強くなりすぎちゃう、ですよね。結局体が落ちていかない、肩が傾きすぎてしまう、これによって重心がね、こっちに移動してしまう可能性もあるので、そうするとスキーがここでぐっとこう傾いてしまって、スキーが、縦に、なんて言うんだろうな、ずれない状態で、まあ、カービングで行く場合はもちろんいいんですけど、でもやっぱりなんだろうな、ずらして滑りたいのにずらせない、スピードオーバーになってしまうっていう方はそれがすごく大きいので、ちょっとちゃんとコントロールして滑っていく、で下にね、落差も取りながら滑っていく場合には、肩がね、あまり傾きすぎないようにね、スキーの角度も強くなりすぎないように、ストックを中心にしないで、ストックはあくまでリズム取るため、雪面との距離感を測るためについて、そのまま下に落ちていくようにしていくといいと思います。はい、であともう一つですね、腰の高さについての質問をいただいたんですけど、小回りの時の実際の、お尻の高さのポジションですねっていうのを、どんな感じかっていうのはちょっとこう、静止画でもいいのでっていう話をいただいたんですけど、静止画だとですね、ちょっと流れの中のポジションじゃなくなっちゃうので、実際のポジションとちょっとこう変わってしまう可能性があるので、今滑りながらちょっと横のアングルをね、一緒にこう取りながら、滑ってみたいと思います。今みたいな感じです今ちょっとね、中斜面から緩斜面に差し掛かるぐらいのシャドウではあるんですけど、急斜面もだいたい今ぐらいの腰の高さでいってます。実際に中斜面緩斜面滑るときはもうちょっとだけ高いですけど、
急斜面ぐらいのポジションに合わせて今滑ってみたので、これを参考にして、ぜひやってみてください。お尻がね、やっぱ高くなっちゃうとその分だけ、縦にね落ちすぎてしまって、あのなんて言うんだろうな、結構まったりした小回りになっちゃうんですよね。スキーが回らない、さあさあただただ下に落ちているような、コアは一応描いてるんですけど、あまりこうメリハリのないこう流れすぎちゃってるような子に、ね、なりがちなので、ちゃんとこうスキーの、ね、動きを出していくために、下から見ててもしっかりスキーが動いているような小回りにしていくためには、ちょっとねポジションは下げた方がいいかなと思います。はい、静止画見たい方はちょっと一時停止して確認してみてください。はい、では、以上になります。足の方が軽くなってるから比較的に風強い少し体がこっち外にこう向いてきちゃうね、うん、そうだからもうちょっと内足乗ってあげた方がいいんだけど、じゃあねそのために重さ、ここを出ないようにちょっとやってみようか、うん、で滑っていく時に必ずターン中にこうやって内側の足がこう出てきちゃうから、内側の足出てこないように内足ちょっと引いて、で外足ちょっと前に出す。できそう。よし。はい、前後差なくす練習ですね。内足が前に出たポジションで滑っちゃうと、内足に体重乗れなくなっちゃうので、ちゃんと内足を自分の足元に引いて、うん、そうそうそう、すごいな素晴らしい、そう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 、はい、オッケー、すごいね。広げて、で自分のストック、このリングが自分の横にあるようにちょっと構えてみて、ちょっと今構えてみて、そう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 、であんまりこう前に上げる必要ないから、自分の、ちょっとこう前ぐらいに構えて、自分のこのリングが自分の横、横向いてる時に足をちょっとこう曲げる、このポジションをちょっと作ってみて、はい、じゃあ今度はちょっとリズム速くいくから、曲げる曲げる曲げるっていう感じ、よし、一緒にちょっといや結構なんか普通に滑ろうと思うと、あの最初に滑ってた頃より横にしたいと思って、ちょっと足を引いて頑張ってちょっとバランス気にしながらもしっかり足を引いて